いわばでは、はじめになります。乾実斎と、申します。本業の方は、佐藤の、指導に当たっております。今日はの話は、月謝も払わず、まだ、佐藤を学ばずに、社の院に、取り込む、清く正しく美しい、お二人の話を、させていただきます。時は明治。場所は、蔵前に一代で、財を成した、財を成し、大棚まで育て上げた人物がおります。神さんに愛する神さんに、亡くなられ、隠居をしようと、何かいい物件はないかと探しましたところ、根岸、まあ、岩間と考えていただいて結構です。高級住宅街のなかなか保土ヶ谷の軸のいいところですね。そういうところに、屋敷があり、孫田の3軒ついていて、毎月家賃が入ってくる、そしてなんと茶室までついている、あ、これはいいだろうということで、そちらに、移動しまして、かみさん亡くなられております、身の回りの世話は、小僧の定吉、それを、連れて、参ります。さあだ定吉やご隠居様、何でございましょう。この辺りはなかなかいいな、この感性でな。お、そちらのお嬢様は、周りをな、見ても。お、そちらのお嬢様は、お花、いけばな、角を。お、そちらのお嬢様、なんと角を。お、そちらの若奥様、お、なんと日本舞踊をやられてると。もうなかなかいい周りが、なかなかこの風流なところだ。ご隠居様、タバコばっかり吸ってないで、何かやられてはいかがでしょう。お、定吉、お前なかなかいいことを言うな。やろうと思うものがあるんだ。あ、茶の湯だ。お、茶の湯ですか。いいですね、あれは。若旦那がやっておりました。最初にお菓子が出る、あれがなかなか。でもな、やろうと思うんだがな、とんと忘れてしまいました。ご隠居様、ボケたんですね。朝食昼食ちゃんと食べましたよ。お前何を言ってるんだ。茶の湯というものはな、 あれはな茶会席を食べ、日本酒を召し上がり、あれはな、商人同士の密談の席だ。まあ後世で言うな、料亭、まあそんなようなものだ。あ、なのでな、食後に出るな、あの茶、あれはな、まあ飲めればいいんだ。あ、でもな、忘れた。 あのな、緑の粉、在庫がないんだ。サダイよ、買ってきておくれ。あ、ほら、お足だ。あ、じゃあ買ってまいります。お、お前買い物だけはいつもながら早いな。何を買ってきたんだい。だね、ご隠居様、青きなこでございます。おお、そうそう、青きなこ、青きなこ、あのうぐいす豆にな、まぶす、あのきれいな緑のやつだな。あ、それさえあればな、あ、茶の湯ができるからな。あ、じゃあ準備をしような。場面は茶室の方に移ります。ああ、そうだよ。ああ、ちゃんとな、大重のでな、あ、ちゃんと炭をな、あ、釜にな、水を入れてな、ちゃんと火箸をあって、あ、ちゃんと仰ぐな、うちが持ってくれ。ああ、それだけじゃダメだぞ。あ、ちゃんとな、炭もな、ちゃんとな、グビグビで持ってきてくれ。ああ、ご隠居様、大棚時代から人使いが荒い。ああ、じゃあ早くな、これ組むような、よいしょ。ああ、早く組むよ、湯が沸くようにな、あ、炭をな、ちゃんとな入れてな。お、じゃあ仰ごうな。お、もうよし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 。あ、これならな、すぐ沸くだろう。あ、じゃあな、湯が沸く、間にな、準備をしようだ。あ、今日はな、まあ初めてやるんだ。あ、全部な、大きな、ものでな、揃えような。あ、そこのな、箱にな、生態、最大値、第一は盛る式と書いてあるやつがあるな。あ、このでっかいやつだ、そうだそうだ、それを持ってきておくれ。あ、これだな。あとな、忘れた。先ほどのな、大きな子、あれを入れる器はな、確かな、人の名前だったような、思い出した。あ、漱石だ。ご隠居様、あれは夏目というのでは。いいか、お前よく知ってるな。いいか、中振りのやつはな、夏目というんだがな、今日は大きなやつ買うんだ。それはな、漱石というんだ。
あ、ちなみにな、小さいのはなかれ坊ちゃんって言うんだ。今日は大きいのもの使うからな。あ、漱石で構わないんだ。あ、その漱石を持ってきて。 あとさじが必要だな。大きな子をな、こう入れるさじ、 あれもな、あ、なんと言ったかな。お、思い出した、象の耳かけだ。早くそれを持ってきておくれ。え、これでよろしいんですか。これは茶尺というのでは。お前な、これ象牙でできてるだろ。象牙でできてるものはな、象の耳かけで言うんだ。竹でできてるものはお前が言うの、言う名前かもしれんがな。あとな、あと何か必要だな。お、思い出した、あそこのな、イソギンチャク、そうだ、それを持ってきてくれ。え、これイソギンチャクですか。それ茶筅というのでは。あ、お前いちいちうるさいね。いいか、旦那がな、カラスが白いと言ったらな、白いんだ。あ、それはな、イソギンチャクと言ったらな、イソギンチャク。あ、これでな、あ、準備が整った。お、湯を今沸いてきたな。あ、じゃあ茶の湯を始めような。あ、じゃあ始めよう。ご隠居様、何かお忘れ物、お菓子は。お、そうだそうだ、ああトロイエのな、あ、羊羹買ってあるからな。ああ、ちゃんとな、たんと召し上がれ。ご隠居様、ありがとうございます。あ、じゃあ、いただきます。私が、客でよろしいんですね。お、そうだそうだ、私がな、今日は亭主、お前が客だ。あ、じゃあいただきます。お、おいしいですね、この甘さが、しっかりたこの甘さ。お、うまい。お、なかなかいい顔して食うじゃないか。お、私の分もな、召し上がれ。あ、ご隠居様、ありがとうございます。一生ついてまいります。まあ男なんて弱いもので、まあ3年もすれば、あ、仕事人間になって、すぐ亡くなる。そしたらまた賑やかな、蔵前に戻れる。おい、お前丸く聞こえたぞ。あ、時間がないからな、まあ先に進めるからな。あ、じゃあ、菓子も食べたな。じゃあな、ちゃんと召し上がれよ。まあこの、まずな、この茶という、茶の湯というものは、まずな、この茶碗を用意するだろ。あ、先ほどな、この漱石、入ってるやつをな、この、象の耳かきでな、あ、一人な、このな、三尺を入れるんだな。一つ、二つ、はい、三つだ。あ、今日二人でいただこうな。あ、じゃあ六尺、これをな、入れよう。あ、なんかな、物足りないな。あ、倍だ、十尺、これを入れよう。それでも少ないな。グイズタイプ、払ったいな、倍付けだな。じゃあな、24尺だな。じゃあこちら、もうこのぐらい入れればいいか。もうめんどくさいから全部入れような。はい、よいしょ。あ、これでな、お、そうだ、それでな、試着にな、このね、釜で、沸かしたな、この湯を入れるだけで、これでいいんだ。お、そしたらな、こちらにあるな、イソギンチャク。あ、これでな、シャカシャカとすればな、泡が立つからな。じゃあ、よく見てろよ。お、立たんだ。うん、立たん、立たん、立つんだよ。立たん、何かが足りないな。ご隠居様、私知っております、買ってまいりますのでお足をください。お、そうかそうか、あ、じゃあ買ってきておくれ。買ってまいりました。お、何を買ってきたんだ。無垢の皮でございます。お、そうそう、無垢の皮、無垢の皮、茶の湯のな、秘伝書にな、泡が立たぬ時には無垢の顔を用いるばし。お、このように書いてあったな。あ、早くな、石臼でな、粉にして、持ってきておくれ。お、パラパラと、皆さん、この無垢の皮というものを、まあ、粉にしました、まあ、洗濯石鹸粉と思っていただければと思います。じゃあな、これを入れてな。さてさて、じゃあ、お、簡単に立つじゃないか。あ、シャカ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 、おお、こう、おお、いい泡だ。これでな、こう、茶の湯ができた。はあ、じゃあな、定吉、お前が今日は客だな。はあ、じゃあ担当いただけよ。よいしょ。これ、ご隠居様、飲めるんですか。何を言っとるのか。お前が買ってきたものだろう。早くいただきなさい。ご隠居様、私、小僧の身分でございます。とても茶をいただくなど、そんな作法を知りません。いやいや、先ほども言ったろ、そのまま飲めばいいんだ。あ、さあさあ、どーんと飲め。
軍記様、私、ご存じの身でございます。旦那様には一生ついてまいります。なのでぜひご作法を。しょうがないな、まあ若い者をな育てるのもな、まあ、私のな仕事だな。いいかよく見てろよ。いいかこの茶碗な、まずなおいくな、そしてな、まあ二辺回すんだ。よいしょよいしょ、あもう一回回そうな、はい、三回。おそしてな、名人が立つとな、我が立たぬとこが残すんだが、それ海っていうんだがな、それができてない時にはこう持ち上げてな、おこれでな泡が立たぬってことができた。おこれでないただくんだ。うんうんうん、おなかなか風流のものじゃないか。おいただき方分かったろ。お前も、たんと召し上がれ。いいか必ずな同じところを口をつけて挑むんだぞ。ご隠居様、それ知りませんか。何を言っとるんだ。いいかこの茶の湯というものはな、不老長寿の代わりな同じとこを口をつけて、あれ、俺たちは仲間であるという、まあ、そういうような証明をするものだ。まあ後世でいうな、こう間接キスというもんだな。だから必ず同じところを口をつけるんだぞ。口をつけるんですか。お前はなどれんわけはな考え、まあないものと考えてくれ。ご隠居様、飲みます飲みます。ああじゃあな、じゃあお前よい飲むんだぞ。まずこう回せばよろしいんですね。三遍でご隠居様がつけたかつけたかとがここですね。じゃあばち上げて、ずぶん重いものですね。おなかなかいい飲みっぷりじゃないか。お手伝ってやろうな。おおどうぞたんといただけよ。お背中も叩いてやろうな。ご隠居様、なかなか風流なものですね。まあ年を取って、覚えた趣味というものは怖いものでございます。毎日毎日この茶の湯で、行う2人でございます。あでも先ほど申し上げたように無垢の顔、毎日洗濯石鹸湯をいただいているような状況でございます。あ1週間も経ちました。たちまちどのような状態になるか。さだ定吉や、ご隠居様、なんでございましょう。早くおしみを持ってきておくれ。お力を入れると、おまたピッと来てしまった。これが茶の湯の修行というものか。あ無心の心でいればいいと。あ早く早く持ってきておくれ。ご隠居様、今日は雨でおしみが乾いておりません。あ雨の日は茶の湯はやめような。あ昨夜はな、私16遍もな川屋に行ってしまった。ご隠居様、16遍も川屋に行かれたんですか。ご隠居様聞いてください。夜に一遍入りましたら朝まで出られなかったんです。時間もしてるようで、こちらの方で失礼をさせていただきます。